30人が死亡し、2人が行方不明になった九州北部豪雨が発生してから丸1年となった12日、最大の被災地、熊本県阿蘇市で市の主催する追悼式が開かれ、遺族らが犠牲者の冥福を祈りました。追悼式には、遺族らおよそ400人が参列し、熊本県の蒲島郁夫知事らが追悼の言葉を述べました。ここに改めて哀悼の意を捧げますとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞い申し上げます。また、大きな被害が出た熊本県南阿蘇村でも追悼式が開かれました。九州北部は昨年7月11日から14日にかけて記録的な大雨に見舞われ、大きな被害が出ました。福岡、熊本、大分の3県では、今なお合わせて133世帯367人の被災者が、仮設住宅や自治体が借り上げた賃貸住宅に仮住まいを続けています。